はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久々にこちら、リトルヤミーさんというオムライスのお店に来ております。こちらのお店はですね、もちろん大食いの方がみんな来ておりますが、特にね、ロシアンさんがもう一番多く訪れて愛してやまない美味しいオムライスのお店なんですが、今日はですね、もうちょっと商品目の前に見えております。以前ね、エビマヨちゃんが挑んでおりました5キロのデカ盛りで制限時間が45分というデカ盛りチャレンジにね、挑んでいこうと思います。もう見た目がね、たまんなく美味しそうなんだけど、まだちょっとね、これが完成じゃないみたいです。最後ね、残り1個の工程が残ってるみたいなので、ちょっとね、完成品できるまでもう少々お待ちしたいと思います。もうそれにしてもね、こんな感じで、まあ、大食いのみんなも来ておりますよ。僕も何回かね、このリトルヤミーさん来てますけど、まあ、チャレンジメニュー以外でもですね、本当に通常のオムライスももちろん美味しいんですけど、最近ではですね、なんかこう、とんでもなく分厚いふわふわの卵焼きが入った悪魔的なサンドイッチもあるみたいでして、これね、時間によっては売り切れになるみたいなので、そちらがね、気になる方はぜひちょっと早めにね、お店に来てみてください。ここにダーって感じで。うわ、はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。これ最後チーズですね。うわ、これやばいですね。うわ、うわ、すごいですね、これ。うわ、うわ、うまそう、うまそうということで、本日いただく料理がですね、完成いたしました。見てこれ、もう僕はね、このオムライス食べてるから美味しさが知ってるので、もう正直今この話してる時点で食べたくて食べたくて仕方ない、辛いです、なのでですね、早速こちらのデカ盛り5キロの制限時間45分で、できる限り全力でかつ楽しみながら食べていこうと思います。それでは3、2、1スタートと、いただきます。よいしょ。オムライスいきたいんだけど、まずはハンバーグですね。このチーズのかかったうまそう。あー、ちょっといただきます。うん、うまっ、うまっ。あ、見てこれ。うわ、このまたハンバーグも柔らか。もうこんなのさ、全員好きだと思うんだけど、それをまたこのさ、ちょっとソースに。うわ、どうですこれ、もう反則ですね。うまっ。うわ、うん、あ、ちょっと待って、これあっと、これ今回ハンバーグが全部で5枚乗ってますね。贅沢すぎるわ。こちらのリトルヤミーさんね、もちろんこういったオムライス、これが本当に今特徴的、代表的な食材なんですけれども、その他にも野菜がたっぷり乗ったタイプとか、女性のね、お客様にも、まあ、炭水化物なんだけど嬉しいような、そんなオムライスがね、揃ってますんで、ぜひ皆様食べに来てみてください。今日ね、ちょっと撮影時間1時からだったんだけど、外待ちしてるぐらい人気店でございます。じゃあちょっとこの辺りで唐揚げいっちゃっていいですか。唐揚げでございますね。豆ちょう、うまい、うまい。ちょっとこのままこのフランクフルトもいっちゃおう。オムライス屋さんですけど、トッピングにも妥協がないね。うまいこの辺りでもうそろそろね、オムライスいっちゃっていいんじゃないでしょうか。うわリトルヤミーさんのこのオムライスは卵ふわふわとろとろで、ソースもあってご飯もギュッとしてないし、水分も飛んでないんですよ。ほんとね、いわゆる飲めるオムライスってやつ。食べ過ぎちゃうのようまっ。これ間違いなく食レポなしでね、本当に食レポなしで最初から最後までガチガチでやったら20分かかんないと思う。5キロなのにそれぐらいね、美味しいよ。でもやっぱちょっとこれ確かにね、並んでも食べたい気持ちがわかるわ。近所に欲しいんだよな。確か結構最近はね、このリトルヤミーさん店舗展開結構いろんな県でやってるので、いつ川崎に来るんだろうと楽しみにしてるんですけど、川崎での視点お待ちしておりますお気遣いでこんなでっかいスプーンもいただいたので、ちょっとこれで食べてみるか。もしかしたらこっちの方が食べやすい説ある。さすがの大口の僕でもこのスプーンは入りきらないごめん、普通のスプーンに戻すあ、待って、ハンバーグが6枚あったわ思いのほかオムライスの他にもお肉系がいっぱい入ってるわ。まあちょっとね、これ残りの量を見る限りお肉系が結構な割合を占めてるので、先にねちょっとこのハンバーグとかこれフランクフルトを食べちゃいたいと思います。あくまでね一応ガチとお話ししたので、この攻略もねガチっぽくいってみましょう。先にねお肉から食べちゃいたいと思います。うん、でも正直最初ね、こんなに分厚いハンバーグだとこのふわふわのオムライスと一緒に食べた時、この食感が結構違って邪魔になるのかなと思ったんだけど、粗挽きではなくて練られてこう柔らかい細かく滑らかなハンバーグなんで、このね飲めるオムライスに全然邪魔にならない。一緒に食べた方がいいんじゃねそうだよ、せっかくなんでねこんな形でオムハンバーグでいただきましょう。しっかりとこれねソースも絡めてね。これだ。いやまあそれはそうなんだけど、これだ。ちなみにリトルヤミーさんね、ソースも何種類かあるんですよ、通常メニューで。今回もまあ多分前来た時の動画もデカ盛りなんだけれども、もしね次来る時は逆に並盛りメニューとかでそういったソース紹介、メニュー紹介みたいな感じでいろいろ食べるのもありかもね。是非見たいって人はコメントでちょうだいなんだかんだ、ただいまですね、そのオムライス部分も半分以下になってきたかな。でトッピングとルーも含めてみても多分残り2キロちょっとぐらいあるかないかぐらいだと思うね。うん、遅くても30分以内には食べきりたいね。最近さ、僕の動画の中でもチャレンジメニュー増えてきたじゃないですか。だからしばらくやってなかったから忘れてたんだけど、ちょっと満腹になってきてから大食いモードのねギアが入る瞬間がね、最近楽しくて仕方ないんだよね。やっぱりな、そもそも大食い始めたきっかけがこれが楽しいと思ってやりだしたから、改めてねこの初心に戻ってますわ最近。今ちょうど20分超えたあたりでございますね。やっぱり残りがね、今これぐらいなんで、喋らなかったら20分以内にいけるチャレンジメニューですね。ちょっと取りきれないな、これ最後の一口にしたかったんだけど、ちょっとこれは後ほどね、こうガッていくとして、一応ねこれが最後の一口的な立ち位置で、もうね、最後まで美味しくいただきたいなと思いまして、ルーでオムライス全体でね、ご飯と卵でハンバーグちゃんと残しておきました。でもうこれでほぼラストですね。うん。ごちそうさまでした。ほいっと。ということで本日のチャレンジ結果25分と17秒でございました。いや、一応ですね、目標のタイム30分以内までは完食できました。はい、ということで本日はですね、こちらリトルヤミーさんで5キロのチーズフランクフルトハンバーグオムライス、そちらをですね、完食させていただきました。まあ今回のメニューに関しましては、正規にあるチャレンジメニューというわけではなく、デカ盛りをですね、他の方がチャレンジされてたので、まあ、同じような制限時間で挑ませていただきました。なので、完食したからといってね、得点があるわけではないんですけれども、お腹にね、自信がある方、もしくはですね、こんなにもオムライスが食べたいよなんていうわんぱくなお客様がね、いらっしゃいましたら、ぜひ食べてみてください。値段に関しまして、タイミングによってね、もちろん変動の可能性もございますし、時間帯だったりとか、まあ、場合によってはね、もちろんできない場合もございますので、本当にね、これ食べたいよって方は一度ですね、お店の方にご相談してみてください。もちろんその他にも動画の最中にもお話ししました美味しい並盛りメニューね、これちょっとみんな食べてください。ぜひね、皆様も一度リトルヤミーさんでこの飲めるオムライス試してみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらを合わせて概要欄の方からチェックをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。僕の動画ではかなり久々かな。このオムライスの動画なんかね、一時期はやっぱりこう、オムライスにハマってね、動画の方でもよく言ってた時期があったんですよ。皆様もね、結構あると思うんですけれども、昔食べてたような料理が、なんかね、大人になってから無償に食べたいみたいな、そんな時期ありませんか？僕のこの動画のね、期間中にもそういった期間に入った時がありまして、いろいろとね、デカ盛りだったりとか、チャレンジメニューのオムライス、挑戦しに行って、たことが何度もねあるんですけれども、やっぱり最近はこうそんなにねオムライスの大きいの提供してるお店少ないので、こう新規で行けるようなお店がなくてですね、しばらく行ってなかったんですが、改めてですね、僕の大好きだったあのオムライスを食べると最高に幸せだなと思いました。まあ今までね、行ったお店さんでももちろん僕の動画では何度も取り上げることもありますし、そういったお店に再訪したいなと、まあそんな気持ちもありつつ、いろんなですね、この薄焼きのいわゆる定食屋さんとか、まあカフェ、昔ながらの喫茶店、まあ、そんなね、オムライスなんかもどんどん食べていきたいと思いますので、そういったですね、デカ盛りのオムライス提供しているお店さんがありましたら、ぜひコメント欄の方に情報を教えていただけると嬉しいです。で、本日はですね、雑談コーナーということで、ちょっと前に公開させていただきました最新作の妻と食うシリーズ、肉のね、ハナマスさんでいろんな食材を買って、プライベートブランドから、まあもちろんお肉までね、たくさんいただいてまいりましたが、いやなんかね、うちの家ではというか、今の妻とね、付き合って同棲してからは、花正さん行くことがあんまりなかったんですよね。ただ、もともと地元足立区に住んでた際には、仕事帰りにね、まあ安いお肉、大きいお肉をね、買って焼いて食べたりとか、まあ自分のこのご褒美的な立ち位置で利用させてもらってたんですよね。改めて、ちょっと花正さんの食材を食べたら、やっぱりこのスーパー、まあ業務スーパーっていうのかな、大好きだなと思いました。で、しかもですね、僕、家でラーメンのスープとかを炊くんですよ。ちょっとね、家でやる作業ではないんですけれども、結構、自分で言うのもなんですが、本格的にラーメンを作るんですよね。ただ、そうすると僕もそのお店じゃなくて個人なので、そのお肉の卸屋さんっていうのがやっぱりこう、付き合いがね、ほとんどないので、この部位の食材を手に入れたい。それこそ豚骨とか、なかなかね、普通のスーパーじゃ絶対売ってないじゃないですか。そういった食材が花正さんには売ってあったので、今後ですね、自宅で作るラーメン作業、これ材料もしちょっと足んないなとかなったらすぐ買い足しに行けますし、これはね、はかどるなと思いました。ちょっと店舗によっては仕入れる商品なんかももちろんね、全然違うとは思うんですけれども、なかなかスーパーで見られないような特殊なというか変わった部位だったりとか、変わった食材、たくさんね、花正さんにはございますので、多分ですね、この普段の行ってるスーパーの光景との違いに、本当にね、買いに行くってよりか見に行くだけでも楽しめるスーパーだなと思いました。個人的には業務スーパーと同系列というよりかはコストコさんみたいな立ち位置で使えるのかなと思いましたね。本当になんかどうやって切り出したのっていうぐらいバカでかいこのブロック肉が売ったりとか、なんか本当にちょっと海外の香りを感じるようなサイズ感の売り方なので、ぜひですね、お近くにある方は花正さんで楽しいね、お買い物をしてみてください。僕もダイエット中なのでね、この赤身肉とか、鶏肉を食べることが多いので、脂質のね、少ないお肉をできるだけ安く仕入れられる花正さん、最高でございました。はい。ということで、本日はこの辺りで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。